皆さんこんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回も作家で武士道研究家の石川真理子先生をお招きいたしまして、いろいろとお話を伺っていこうと思います。石川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は、はい、日本人の本来の役割といったようなことでお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、前回のお話の一番最後のところでね、うんうん、GHQ のせいにする、今さら GHQ のせいにすんなよっていうお話あったじゃないですか、うんうん、はい、そうですね、はい、よくね、日本人が誇りを失ったのは、はい、GHQ の戦後教育のせいだというふうに言われておりますし、実際そういった側面は確かにあるんですよね。でも、まあ、それは確かなことなんだけれども、やっぱりそれだけではないんですよね。それが全てではない。でむしろそこのせいにしてしまうと、もう私たち日本人はそこから発展していかなくなるんですよね。だからそろそろもう GHQ のせいにするっていうところから、私は脱却するところがもうすでに来ているっていうふうに思っているんですよ。でもそうは言っても、私たちこんな風になっているじゃないっていうふうに思うと思うんですよね、はいはい、でそれはですね、まあ、これ心理学的な側面から言うと、はい、顕在意識と潜在意識っていう部分に当たるんですけれども、はいはい、GHQ が私たちをいじったのはあくまで顕在意識の部分なんですよ。で、はい、その潜在意識が本当のね、いろいろ事実を動かしていくっていう、はい、これは心理学でもよく言われるところですよね。このね、潜在意識のところまではなかなか入ってこれないと私は考えているんですね。で、今潜在意識というふうな言い方をしましたけれども、はい、つまりそれは私たち日本人の魂で言ったら直秘の部分なんですよ。直接の直と書いて霊と書いて直秘とか直意というふうに言いますけれども、はい、その部分っていうのは神様と直結のところだと私は思っていて、でそこをね、教育たかだか数十年の研究に基づいた日本人をこういうふうにするっていう、うん、その作戦があったとしても、そんなところで神様レベルのことを動かせるわけがないっていうふうにある時気がついたんですね。だからもう GHQ のせいにしてしまうっていうことそのものも自分で限界決めてるっていうことになるんですよ。だからもうそれやめようっていうのがまず一つ、うん、であとは私の先祖は俗軍って言われた側なんですね。祖母の方が米沢藩で、祖父の方が仙台藩ですから、大越列藩同盟のね、はい、盟主なんですよね、はい、で会津と一緒に戦いましょうということをやったんですけれども、まあそれで負けたわけですよね。だから先に負けてる側に私立ってるんです、はい、でその風に自分のなぜ負けた側に生まれてきたかなっていうことをいろいろ考えながら、まあさまざまな研究の中で気づいたことが一つありまして、はい、負けを受け入れるってすごい勇敢なことだって分かったんですよ。これは会津の片森校を見れば分かることですよね、はい、孔明天皇が絶大な信頼を寄せていたのは片森様だったんですよね、はいはい、でもその片森様はご自身がね、負けを引き受けるんだっていうことをもう家臣に言って、それで戦争を終わらせましたよね、うん、で私はやっぱりそういうのを思った時に、負けるっていうことを引き受けた、それに続いて今度は世界大戦で日本がまあなんていうか、まあどう考えたってね、仕掛けられた戦争ですよね、うん、でそれも分かってたんですよね、日本人は、うん、分かった上で、でも仕方なく受け入れていった、で戦ったんですけれども、うん、その上で負けを受け入れていった、今度は昭和天皇様がそれをしてくださいましたよね、うん、で私はそれを思った時に、はい、負けを引き受ける国ってすごいって思ったんですよ。で日本は戦争に負けたから惨めな国なんかでは全然なくて、うん、でその後 GHQ に教育をされようとも、でも私たちの持っているこの本質の部分には絶対切り込めないって思いました。うん、だからもう GHQ のせいにねするっていう、そのフェーズをもう卒業しようっていうことなんです。そこから負けを引き受けた私たち日本人ってこう受け入れていく、包み込んでいく、はい、そういう強さを持っているんですよっていうふうに言うことが、私はこう世界に対してのまず日本人の民族性のあり方を訴えていくことになるんじゃないかなって思います。確かにね、うん、強いばかりが正義じゃないぞと、うん、ね、その敗れた側にもちゃんと理屈はあるし、うん、そしてまた潔く堂々と敗れると、うんいうことがどれだけ世界の平和に貢献していくことになるのか、そうなんですよ、そういうことを胸を張って堂々と言っていくことができる日本になっていくためには、うんうん、いつまでも GHQ にやられたやられたって
被害者面なんかしてんじゃねえぞっていう。そうなんですよ。被害者意識から建設的なものって生まれないんですね。生まれないですね、うん、だからまずそこをもう卒業すること、それが今すっごく大事なんですよ。今ちょうどねこういう変容の時期に入ってますから、そこでもう意識切り替えるところが完全に来てるんですよね。ですよね、うん、戊辰戦争で、はい、幕府側とね薩長と戦ったわけですけれども、はい、敗れた幕府側が被害者意識に陥って、はい、俺たちは被害者だ、うん、悪いのは全部あいつらだってやったかって言ったら、うん、誰もやってないんですよ、ね、やってないです。誰もやってない、うん、でそうではなくて新しい日本の建設に向けてということで、うん、武家の商法と笑われながらも一生懸命になってやってきた。だから今僕らの命があるわけじゃないですか、うん、でそういう日本人の強さ、何があってもたとえ敗れたとしても、うん、新しい一歩を踏み出していくというそれがあった。そうですね、はい、でいつまでも GHQ なんかにこだわってんじゃねえぞっていう、うん、はい、さっき石川先生がね何とおっしゃったかって聞いてよ皆さん、私ね GHQ って飽きちゃったのってそう、 GHQ のせいにするのもう飽きちゃったの、そのフェーズはね。やめたと思って、もうだって結構長いことやりましたよ ね、 ね、何年もなんかこうそれで盛り上がったじゃないですか。だからそれが明らかになったのは日本にとってとっても有益なことだったわけだし、今でもねこう戦争の裏側みたいなのをね一生懸命研究してくださっている方いらして、それはそれとしてすごい重要なことだと思うんだけれども、そのせいにしたりそれをなんかこう餌にする的な、それはもう飽きちゃったなって思うですね。戦争が終わった後に GHQ がこんなひどいことやったら、うん、あんなひどいことやったら、まあ、確かに公職追放があったりとか、うん、剣道とか柔道が禁止されたりとか、うん、明らかにおかしいことっていうのはたくさん行われたんですけれども、うん、それらは報道にも教育にも一切乗っかってこなかったんですね、うんうん、だから戦後生まれの、まあ、我々の世代なんですけれども、GHQ がどれだけひどいことやったかっていうことは何も知らずに来た、うんうん、でもなんかおかしいよね、なんか日本おかしいよねってなってる時に、うん、高橋史郎先生のような素晴らしい先生が現れて、はい、で実際にアメリカまで行って、うん、GHQ がどんなことをやったのかっていうことを全部資料を紐解いてこられた、うん、でそれをまあ国内で発表される、うん、みんなぶったまげるわけですよね、うん、ほれ見たことかーつわーって、そこから GHQ 悪玉論っていうものが生まれてくる、うんうん、でも調べた高橋史郎先生もそうですし、またその周りのね、うん、協力した人たちもみんなそうなんですけども、うん、だから GHQ 恨みましょうとか、うん、GHQ こんちくしょうとか、うん、一切言ってないですよね。そうなんですよ、はい、だからそれ以外の人たちなんですよね、はい、うん、でもそこに寄っていくとやっぱり発展がないから、はい、成長もないので、でもその上でなんですよね、うん、でさっき言ったように私たちのこの日本人のね、日本って本当は2000年どころじゃない歴史じゃないですか、はい、でそれがねその長きにわたる中で培ってきたこの民族の心がですね、はい、あのねそんなに簡単にコロッとやられるわけがないんですよ、うんうんうん、だからまずそこをきっちり信じていきたいとこですよね、はい、うん、縄文にまで遡るようなその和の心っていうものが、はい、和という言葉にしたのは確かに聖徳太子ではありますけれども、うん、その前からあったものを民族性として和というふうにしたわけですよね、はい、だからもっともっと深い、だって縄文時代って聖徳太子の時代からしたらそれだって古代っていうことになるわけじゃないですか、うんね、だからもうそれぐらいのことをあるわけですね、私たち日本人は。だから世界屈指のというか世界一のね長寿国としてこうやって歴史をね紡いでいくんですよということをむしろ示していく、うん、うん、あの求めるんじゃなくて示していく、知らしめしていくのが大事じゃないかなと思いますね、はい、ご長寿国といえば、まあ、日本は世界最古の国家、うん、はい、大体もう世界中の国って古い国と言われているところでも、うん、せいぜい300年の歴史しかない、ね、うん、日本は2680年、うん、でその2680年前に何があったかといったら神武天皇が初代天皇としてご即位されたということなんですけれども、うん、でも、うん、じゃあ日本そこから始まったんですかというと、いやもっと前からあるんですよと、うん、そうですね、いう話ですよね、うん、まあ、それもちょっと便宜上ね、はい、作ったことでもありますしね、大体こうこのぐらいかなっていう計算で割り出したっていうねあの太陽暦が入ってきてからいろいろ変えなきゃなんないことがいっぱいありましたのでなんかこう国際社会に向けて便宜上のことをやっていく必要があったんですよね、はい、でもまあ本当に3000年瞬きのごとしって言いますけれども、でも日本はもうそれ以上ですから二まばたきぐらいはしてるはずですので、はい、最低でもね、はい、はい、だからそれぐらいのものがあるんだと、じゃあ日本の何を訴えていくのかっていうことですよね、何を知らしめしていくのか、
武道についても、はい、日本の武道っていうのは非常に不思議な武道で、はい、小柄な人が大柄な相手をいとも簡単にやっつけてしまう、はい、ということが、普通に行われる、はい、そうですね。でスポーツっていうのは、はい、どんな場合でもそうなんですけども、大体図体のでかい方が勝つ、うん、大きい方が強い、うん、で強いか弱いかで言うんだったら大きい方が強いに決まってる、はい、でもたとえ体が小さいというのも、うん、戦うべき時には戦わなければならない、うん、でそのためには何をしたらいいかどうしたらいいか、これずっと研究し続けるわけですよね。で世界中に実は武道家っていて、その武道家の人たちみんないろいろ考えて、こうすれば相手が強くても勝てれる、うん、こうすれば小柄でもやっつけることができる、うんうん、見つけ出すんですけども、はい、見つけた人たちみんな滅ぼされちゃう、みんな殺しになっちゃ う、結局それが伝承されていかない。あ、ところが日本ではなんと、もしかするともう武見一の時代からということですから、もう何千年前かわからないぐらい古い時代からずっと武道が伝承され、そして時代時代においてそれなりにやっぱりすごい人物が現れて、で師匠から教わった技をもっと磨いてもっと鋭いものにして、それからまたそれを教えた生徒が何代か続いて、また天才が現れて、その天才がまたさらに深い知識を入れてっていう、この繰り返しによって実は日本武道っていうのは完成していってる。だからまあそういう意味で世界で唯一武道の伝承が途切れなかった国とも言えるというね。だから あらゆる意味でいろんなものがこう長く続いてるということが、はい、実はものすごく大きく深い意味を持ってるということは本当に言えると思いますね。そうですね、言語にしたってそうですよね、はい、この日本語という言語にしても、はい、もうずっと長く受け継がれてきてますものね、はい、だって万葉集読めるってすごいですよね。だいたい意味わかるみたいなねなんかあこんなこと言ってるかなみたいなね、なんかそんな風にわかるじゃないですか、はい、ちょっと読んでも、はい、うん、それってなかなかないんですよね。しかも万葉集が書かれた時代っていうのは今から1300年前、はい、その段階においてその時代よりももっと古い人たちが読んだ歌を歌ってるわけなんですけど、その中に一般のね、若い女性とかね、普通の庶民の女性の若い子が漢字で歌を読んでるんですよね、うん、これすごいですよね。世界中どこ探したってそんな国ないですよね、うん、もうあの文字を書くとかね、歌を読むなんていうのはそれは高貴なことなんだから、一般の人はやってはいけない、あ、そうですね、まして女性はやっちゃいけないっていうね。そうですね、諸外国と日本の違うところってそこが大きく違いますよね、はい、それ結局江戸時代までそうじゃないですか、はい、で幕末に来日した外国人が日本はどうして庶民に至るまで貴族の教育を受けてるんだっていうふうに驚きますよね。だから今上下をなくしていこうとか、平等思想は私あんまりちょっとうんって思ってるけれども、そういうねフラットな世の中にしていきましょうみたいな思想が西洋から出てきてるじゃないですか。いや日本ずっとそうなんですけどみたいなSDGs なんかにしてもそうなんですよ、うん、なんか難しい言葉サステイナブルとかって言っちゃってますけれども、はい、いやもうそれ日本やっと君たちここまで追いついたのって私には見えるんですよね。だからあの日本がこう1週か2週早くこう、ね、トラックを回っていて、はい、でその前に目の前に西洋が見えた時が明治維新なんですよね。で前にいるから遅れてるって勘違いしちゃったんですよ日本は、うん、だからそれでそう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 一周走りすぎちゃってなんかこう追いついた時にあれなんか西洋ってすごい発展した国があるぞみたいな、そうなんかこれを取り入れていかなければみたいになって、でそれでやったのがまあ明治の近代化なんですけれども、でもなんか結局それから150年余り経ったら今頃かですよね、 SDGs とかやってますでしょ、まあ江戸時代日本はそれやってたからねっていう、うん、この意識をねあとみんなには持ってほしい。そうですね、うん、歴史を学ぶことの良いところって、はい、そういうことが明らかになるところなんですよ。なるほど日本は超循環型社会を江戸時代にもう確立していたんだねっていうふうに分かる。でそれが分かったらじゃあ今度は科学の力を借りながらどういうふうにしたら実現できるのかっていうのをここでもう一回やればいいんだねっていうふうに思いますよね、はい、うん、そしたらなんか別に、まあ、遅れてることが私はそんなに悪いことだとは思わないですけれども、はい、でも海外にね劣っているっていうふうには少なくとも思わなくて済むんじゃないかなと、うんうん、明治維新の頃ね、はい、やっぱり軍事産業に関しては、うん、例えば大砲であれば、ええ、炸裂弾を発射できる、はい、あるいは鉄砲であれば、うん、昔はこの銃の先っちょから火薬入れて弾を入れて、そうですね、先込め式でしたね、先込め式で、はい、
パンと落ちて、それが今度元組み式で、はい、そうですね、で打って弾を補充してまた打つことができる、うんうん、そうですね、そういうミニエなんかはそうですね、はい、でそういうふうなものを見たときに、うん、まあ、結局日本が平和だったがゆえになんですけれども、うんうん、少なくとも武力戦争の技術という部分に関しては、うん、はい、西洋に対して随分と遅れを取ってしまった、そうですね、そのままほっといたら日本は植民地にされてしまうかもしれない、はい、だったら我々には高い文化があるんだから、うん、だから西洋の進んだ武力みたいなものをどんどん取り入れていって、もともと高い文化があるところに西洋に負けないだけの軍事力を身につければ日本はしっかりと独立国を保っていくことができるじゃないか、まあ、これが和の心を持ってね、西洋のものに追いついていくというそういう言葉にもなっていった、ところが現代人っていうのは和の心を忘れてしまって、何でもかんでも西洋のものが正しいと思い込んでしまってる、でも実は日本の方が西洋と比べて文化という部分に関しては千年進んでいた、はい、と言えるんじゃないかなというふうに思いますね、そうですね、はい、だから今日本人がなんか一時的にもう離れてしまってますけれども、お茶であるとか禅であるとか、お能なんかにね、すごく関心持ってる海外の人ものすごく増えてるんですよね、でそれはやっぱり海外の分けて考える二元論に基づいていい悪いとか比較対象するとか違いを見出していきながらっていう、それにもう限界感じてるからなんですよね、そうではなくて何かこう融合していくようなあり方、戦うのではなくて、こう戦国時代じゃないですか、お茶って体系づけられたのって、もう戦いの時代ですよね、その時にああいうお茶室の中でともすれば切り合いになるかみたいなのを、そうではなくてはしていこうっていうね、その文化ができたわけですよね、それをまあ海外の、心ある人たちはもう学ぼうとしてるんですよね、戦国時代にね、大流行したお茶、狭い茶室の中に入るわけですよ、腰に刀つけて入っちゃいけないんですよ、その狭い部屋の中で敵の普段からあの野郎と言ってる敵の大将と自分が一緒にいるわけですよ、作法があって、この野郎なんてやっちゃいけないんですよ、最後までしっかりと姿勢を崩さずに作法を取らなくちゃいけない、そのね緊張感たるやね、すごいものがあったと思いますよね、それももしかしたら一つの戦だったかもしれないんですよね、でもやっぱりこう自分に勝つための戦ですよね、やっぱりお茶室の中で平安を保とうっていうのは保たざるを得なくなるんですけどね、あそこに入ると、だけどやっぱりその中で無様な様子を見せてしまうっていうのはやっぱりこれは武士にとって足元見られることになるので、だからやっぱりお茶のいただき方一つ、そしてお道具の拝見の仕方一つで、今日のお手前はっていうね言葉遣いなんかにしてもそうですし、そういうところできちっとできるとおおってなりますよね、相手がもう本当にもう山猿かゴリラかと思ってるようなもうとんでもないやつだと思っていたらしっかりとその作法をねすることができた、はっはー、あいつにはこういうところがあったのか、なくちゃいけないなと、俺たちもしっかりとしなくちゃいけないなと、ただ文句言ってるだけじゃ終わんねえぞ、何でもかんでもあいつのせいだこいつのせいだと言って他人のせいにしてるだけではやっぱりあれだけの人物になることはできない、いつまでも GHQ のせいにしてるんじゃないと。確かに GHQ によって壊されたものってのはおっしゃる通りたくさんあったと思うし、たくさんありますね、それをそのまま守り通そうとした日本がいるということも事実だし、そうなんです、はい、例えば日本の国旗っていうのは日の丸の国旗ですけれども、これお国旗といってもう本当にもう今からもう1000年以上前からずっと伝わっている国旗なんですよね、でもその日本の国旗を良くないと、で日の丸を否定しましょう、日の丸を否定してで一体どうしたいんだと思ったら、なんと日本が占領統治下されていた頃の国旗ってあるんですよね、三色旗なんですけども、これはあの日本の国旗じゃないんですよ、オーキュピッドジャパンの国旗なんですよ、オーキュピッドって何か言ったら占領された日本なんです、だから当時はメイドインジャパンという言葉もなかったんです、メイドインオーキュピッドジャパンなんですよ、メイドイン占領された日本製というね、そういうふうな形になっていた、でその頃が恋しくて恋しくて仕方のない連中がいて、でこの連中は GHQ の政策をそのまま温存しようとした、それに対して、あくまでも占領統治下の話だろって言われてしまうと二の句がつけないから、だから GHQ をあえて伏せて本当は正しいことはこっち側にあるんだみたいなことを彼らが言い続けたっていうのもあったと思います、そうですね、そういういろんな力が働いていたんですけれども、どうも日本はそういう
占領政策から一歩も出ない状況下にあったって高度成長して世界第二の経済大国まで発展することができたじゃないですか、うん、むしろ GHQ の呪縛から離れてある程度日本がちゃんと独立できるような状態になってきてから日本の衰退が始まってる。じゃあその衰退って GHQ のせいなの、うんうん、GHQ がやった後には日本成長してるじゃないの、うんうん、ね、GHQ の影響が迫ってきた頃になって日本だんだんダメになってきたんじゃないの、うん、そしたらGHQ のせいで悪くなったどころか、うん、もしかしたら GHQ のおかげで我々良くなったのかもしれない、うん、少なくとも僕なんかあの学校給食で育った世代ですけど、まあ、当時の学校給食ってコッペパンに出汁粉だったんですよね。でこのコッペパンもあのクラスメートによってはね、はい、こんなまずいもん食えねえって言って毎回残すやつもいたんです、うん、出汁粉なんかも口に写真でうーっとやるやつもいたし、うん、飲めない子いたんですよね、吐いちゃって、やっぱり子供素直だからおかしなもの飲まされると分かるわけですよ、まあ、僕なんか給食児童だからもう目の前にあったものみんな飲んじゃうだったんですけど、やっぱりあの体に悪いっていうことが分かって受け付けないやつがいた。後になって分かったことは、はい、結局アメリカで家畜の餌にしていた脱脂粉乳のもう古くなって使い物にならなくなったのを日本に送ってきたというようなこともあったと言われてますよね。コペパンなんかも小麦でねこう作る小麦だったかな、コペパン その材料、これも本当にもう廃棄物とされるようなものを日本に送って、うん、でそれをまあ食べさせられたんだと、もう我々被害者なんだっていう人いますけど、僕なんかね給食の時間にあのパンと脱脂粉乳飲めるってうれしくてねだって腹いっぱい食えるんだもん。そういう人には絶対毒にならないもう、ね、ものすごい栄養になる。もうねその前からね自分はこれはもう美味しい栄養になるものだって決めて食べてるから絶対栄養になるだから隣に座ってる女の子がね、うん、女の子だから上品に食べてるじゃないですか、うん、パン半分残すんですよ、おいその半分俺もらっていいかいってあいいわよってサンキューサンキューお前これいいもうあの最後はもう出汁粉乳につけてねパンぐちゃぐちゃにした状態でこう流し込むってなんて平気でやってましたけど、ね、でもそうやって食料不足の日本において食料の供給っていうのをしてくれた、はい、まあ、それがねゴミだろうが何だろうがそれによって生かしてもらったおかげで今僕らの命がある、うんうん、そのことに関しては本当に感謝しなくちゃいけないっていう部分だってあると思う、うんうん、それよりも日本がね30年間ずっとこう不況の状態が続いている、うん、経済成長がゼロだと、うん、ソマリアと同じ程度だったんですよね。へーすごい。あの日本のね西暦2000年から2017年までの、うん、この17年間のグロスの経済成長率、はい、ね、世界212カ国中、うん、第211位、うーん、はい、で212位はどこかって言ったら、うん、今もうなくなっちゃった国なんです。でソマリアどの辺にいるかといったら日本よりも上なんです、なるほど、あの内乱状態の国が日本よりも経済成長してる、なるほどふざけんなよっていう話になるじゃないですか。まあそうですよね。だけど見方を変えると、はい、そんなに経済成長してないのに、はい、元気ですよね。元気、なんかすごい今聞いてびっくりしました。なんか若い子たちがお茶やりたいとか言い出したりとか、はい、なんかそこまでじゃないですよね。そう、あの212カ国中、ビリの方の10カ国ぐらいって、その下から2番目に日本あるんですけども、うん、みんな内乱状態の国なんですよ。全然内乱なんかしてないですしねなんかまあ人によってそんな楽しくないのかもしれないですけど、まあ楽しく過ごすかどうかっていうのは自分で決められるじゃないですか、はい、まあ、それなりになんかねいちゃってますよね。なんとかなってますよね。なんとか、ま、なってますよね。なんとかなってるどころか少なくとも世界で一番平和である、うん、という部分もあると思いますね、うん、もちろんその日本人が自信を失ってるとか、うん、誇りを失ってるとか、うん、いろんなやっぱり今抱えている問題ってのはあると思いますけど、はいはい、問題を言うんだったらば、はい、高度成長の頃なんか問題だらけですよ。いやすごいですよね、はい、本当に半端じゃないと思いますよ。半端じゃないですよ、もう今のところの話じゃないですよ、うん、とにかく物事っていうのは物事が動いてる時っていうのは必ず問題が出る、うん、物事が動いているから問題が出る、うんうん、むしろ問題っていうのはたくさんある方が、うん、それを解決しようという大きなエネルギーになっているから、うんうんうん、むしろ良いことと言ってもいいぐらい、ね、うん、そうですね。問題を問題だというふうに、はい、こう位置づけるかどうかっていうのも、はい、またもう一つあると思うんですよね、はい、物事って、まあ、GHQ のことに限られてはいないですけど、はい、やっぱり両面あるし、最低でも両面ありますよね、はい、でやっぱり物の見方っていうのは一人一人が決めていってもいいんじゃないかっていうふうにも思いますし、うん、それによってやっぱり社会がね動いていく側面って絶対ありますよね。一人一人がなんかこう社会を構成していますのでね、はい、うん、問題っていうよりも課題なんでしょうね。課題ですね、
うん、だから問題だ問題だって言うからみんな憂鬱になってっちゃって誰かのせいにしたくなるんじゃないですかね。で課題だと思えば、うん、じゃあどうやって解決しようかねと、そういうことですね、いう話になる、ね、うん、なってきますもんね、うん、そういう意味で本当に GHQ のせいじゃない、次のステップに行こうじゃないかと、本当にそう思いますね、はい、そういう意味でこう日本人の役割っていうのは、はい、うんうん、どういうふうなものと考えたらいいんでしょうか、うん、白黒はっきりつけないことだと思います。何事にも揺らぎがある、これですね。うん、だからこう適当ってすごくいい言葉だと思いませんか。いやそれ石川先生言われても、石川先生すごくこうきちんとしてらっしゃる方だから、いやだから適当じゃないですか私で、ね、いやいや、あのなんていうか適当っていうのは、まあ、本当に場当たり適当がそういうことではなくて、本当にこう調和を求めるためにこう揺らぎながら、はい、どこに接点いきますかみたいなね、はいはいはい、本当にこのさっきの先生の古事記のお話そのものですよね、うん、揺らぎながらっていう、何が正しいとか、どっちが上だとか、どっちが下だとか、うん、そういうふうに決めつけるんじゃなくて、うん、とにかくいいところもあれ悪いところもあるんだから、うん、みんなちゃんと手を取り合っていこうよ、うんうん、これができるのは物事を2つに分けるんではなくて、物事をつないでいこうとした時に初めてできると、ね、否定的な見方をすればいくらでもどんなことも否定できると思うんですよね、はい、だけど否定からはあんまりこう前向いていくポジティブなものって生まれないと思うんですよ。だから一旦そのあるがままっていうのを肯定してしまって受け入れていくと、はい、やっぱりここの部分はこうしたいよね、こういうふうにした方がもっとみんながいいよねっていうようなところが見えてくると思うんですよね。それがもうまさに揺らぎじゃないですか。あるがままの自分を受け入れる、うんうん、あるがままの今の日本を受け入れる、うん、その上で今の課題に対して果敢にチャレンジをしていくと、うんうん、そう、もっとよく幸せになるというかね、はい、うん、そうするにはどうしたらいいかっていうのを一人一人が考えていく時じゃないですかね、はい、なるほどね、うん、一人一人が考えで行動していく。でも考えるのにあたって大切なことは、考える前にまず学びがある、うん、そうですね、学び、考え、はい、行動するということでしょうね。そうですね、はい、やっぱり学びがないと自分の中に基準ってできないですよね、はい、あ、これいいなって思えるかどうか、うん、私これ好きだなっていう、なんか人とねやり合うのが好きっていう人ももしかしたらいるかもしれないけれども、でも日本人って多分ね、うん、なんかこうみんなで仲良くしてた方がいいなっていう風に思えるすごいこう世界屈指の民族だと思うんですよ。だからやっぱりこう仲良くするにはどうしたらいいのかっていうことを考えるとか、自分を抑えつけるんじゃなくてね、こう人を否定しない、自分も認めるし人も認めて、お互いっていうところですよね。お互い様ですよね。お互い様ってもしかしたら他の国ないじゃないですか。お互い様だよねって譲り合うの、ね、びっくりするの。そうですね、子供ができました、うん、もう本当におかげさまで子供ができました、誰のおかげなの外国人はびっくりするぞ、でも日本人の感覚では本当に、うん、本当に皆さんの支えがあって初めて子供を作ることができたんだという、うん、そういう趣旨なんですよね、うんうん、でもそういうおかげさまという心を大切にされる石川先生、本当にとっても素敵な先生だと思います、最後はごまをしたところで、はい日本人の役割、 GHQ のせいにしない、次のステップっていうのはもっともっと思いやりを持っていこうよと、白黒つけるんじゃなくてその間のところを大切にしていこうよと、そして今あることは問題ではなくて課題なんだって、うん、この課題を解決していくことが新しい日本を切り開いていくんだというふうにまとめさせていただいて、はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、今回も石川真理子先生からいろいろとお話を伺いました。日本をかっこよく、むすび大学でございました。ありがとうございました。